予想外なところから出てきた。どうも皆さんこんにちは。最近寒くなってきて受けている山根です。受ける要素どこ？これは私寒暖差アレルギーだし。なおさらよくわかんないんだけど。まあそんなことはどうでもよくて、今回も武器紹介していきます。今回はどんな武器持ってきたんだ？今回使っていただく武器はこちら。99式有坂銃です。おお、このチャンネル初のスナイパーだ。この銃は名前通り日本のスナイパーで、ウプ主の愛用しているスナイパーだよ。愛用とか言ってるけど武器ランク6ですよ。まあスナイパー自体あんまり使わないんで。何その謎の言い訳。はいはい、ってことであとは頑張ってねー。ん？なんか急いでるがどうかしたのか？ああ、この後見たいライブがあるからさ。見たいライブ？うん、スクランブル交差点のライブ。あれって好んで見る人いたんだ。てかそれなら後ででもいいだろって思ってたけどもう言ってるわ。どうも年がら年中暇してるところの霊夢です。どうもマリサです。挨拶短。もう挨拶のネタがないんだ。仕方ないだろう。まあ誰かさんは暇あるのに何もしないからね。仕方ない仕方ない。なんで本人がわかってないんだ。ってことで銃剣突撃して最初の拠点に着きました。あ、そっか。スナイパーには銃剣ってのがあるのか。うん、スナイパーは近距離戦に持ち込まれちゃうと危険だけど、銃剣をつければ一発で倒せちゃう万能武器だよ。おお、それはすごいな。まあ私銃剣当てられないんだけどね。唯一の欠点がこいつなんですけど。大丈夫大丈夫。近距離に持ってかれなければいいだけだから。とか言ってめっちゃ突っ込んでますけど。私近くじゃないと当たらないから。もうそれスナイパーじゃなくてよくね。てかお前、前の動画でスナイパーは弱点があるとか言ってなかったか。あ、この動画のこと？うん。黙秘権使わせてもらっていいですか？都合の悪いことを伏せてきた。まあまあ、そんな昔のことは忘れましたよ。昔って言っても1ヶ月ちょっと前ですけどね。時は過ぎるものですから私からしてみると昔ですよ。なんかそれっぽいこと言ってるけどただ言い訳してるだけだからな。おっと敵発見。ナイスキル。無事拠点も取られてるので向かいます。全然無事じゃなくて草。と思ったけどなんか裏取りしたい気分なので裏取りしに行きます。こいつの行動の8割はこれ。やって見つかった。裏取り失敗してますよ。平気平気。この敵さえ倒せばバレてないのと同じだから。早く味方来てくれないかな。結局味方だより。お、味方が来てくれた。よし、味方やっちゃえやっちゃえ。こうなったら私一人でやるしかない。よく狙って。今、やったー。たった一人倒すだけでもこれである。よし、これで安全になったー。あ、どうも、こんにちは。いやー、最近寒くなってきましたねー。スキアリースナイパーで裏取りなんて私、あんまり効果的じゃないかなって思うんですよ。まあ発案者お前だけどな。お前呼びなんてひどい。今更すぎません。じゃあなんて呼べばいいんだよ。そなたとか？あんまりしっくり来ないけど、それでいいか。プ、急に笑い出してどうしたんだ？いやー、ピアノ弾きながら呼んだらピアノそなただなって。誰かさんが寒いこと言ったから一面雪ですよ。これもともとじゃない？それにしても敵がまあまあ拠点に入ってきたな。ここは私たちが食い止めなくちゃね。30秒前の行動を振り返ってほしい。早速敵発見。ナイスキル。こっちの方角は来てないっぽいね。敵が蘇生しようとしてるぞ。外しちゃった。ピストルでどうだ？よしやれた。蘇生されてるぞ。やばい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 。あぶねえ。まだまだ敵いるぞ。どこにいるんだろう。うん、足音がする。また蘇生しようとしてるぞ。させない。もう一人。当たらない。捨ててくれた。ナイス。味方がちょっと来てくれたおかげで、こっちが優勢になった。今のうちにリロードしておいた方がいいな。そうだね、ピストルもリロードしよう。お、敵発見。そいや、これで全員やれたっぽいな。いやー、大変だった。これで終わりにしたいくらい。まだゲームの5分の1くらいですよ。え？まだ5分の1なの？てっきり10分の2くらいだと思ってた。それ結局5分の1じゃん。 C 拠点も無事取れたので今さっきのところに来ました。今度はしっかり警戒していけよ。おっと危ない危ない。警戒しといてよかった。警戒してもしなくても結局は同じなので堂々と言っちゃいます。おいおい、そんな突っ込んだら。大丈夫大丈夫。あ、やべ、ほら全然大丈夫じゃん。何なかったことにしてんだ。いや編集の力ってすげえ。おい誰だこいつに編集教えたやつ。味方蘇生してっと。よし、何回いけそうだから銃剣突撃するか。天皇陛下万歳。ちなみに自陣ドイツですよ。まあ同じ数字国なので問題ないです。こいつ愛国心なくて草。おっと敵発見。そいや倒しきれなかった。これでどうだ。やりきれたな。あれ、こっち覗いてる人いる。おい目の前にいるぞ。ほんとだ、逃げられる。あぶねえ。これで少しは敵減ったでしょって思ったら予想以上に少しだった。あの後普通に死んだので正面から攻撃します。ごめん普通に死ぬって何。この位置だとなかなか当たらないな。ここら辺一掃できたらいいのに。これが
私の力、ただのロケットだから気にすんな。ああ、私も特別な能力欲しいな。ずっとガム噛んでられる能力とか、それどこに需要あるの？ほら、顎とか鍛えられるし。じゃあ最初から顎の能力でいいだろ。C 拠点も無事防衛できたので A 拠点に進行中。おお、味方が埋まった島割ってくれたおかげで多くの拠点確保しているな。このまま全拠しちゃおう。敵のリスポーン拠点に来たので見張ってます。おっとちょうど敵がいた、一発目。あれ、隠れられちゃった。もしかしたら下から来るかも。本当に来た。下見といて正解だったな。おっと上から足音だ。危なかった。あと少し遅れてたらやられてたかも。いやー、それにしても全然倒されないじゃん。やっぱり私ゲームうまいんだ。ストル相手に負けました。流れるようなフラグ回収お疲れ様です。あらら、 B 拠点取られちゃってる。ちょっとずつ押されてきてるっぽいな。しっかりこの前線は守っていきたいね。じっとするの疲れたので突撃します。近距離に持ち込まれたら危ないんじゃなかったでしたっけ。やって外しちゃった。言わんこっちゃない。一回立て直したので今度こそ突撃します。あ、前線は守らないんだ。せいやー、よし今回こそ当てられた。これで突破口が開けそうだな。周りが安全そうだから制空権取っておこうかな。見つけた、捕獲号。あ、これ味方のだわ。今度こそ捕獲号。全然倒しきれないわ。あの後 A 拠点の攻防をしていたら勝ちました。今回はうまい感じに立ち回れたね。まあスナイパーの立ち回り的には0点だけどな。仕方ないよ、あんまりスナイパー使ったことないんだし。だからその言い訳なんなん。ということで今回の成績は22キル14デスでした。おお、スナイパーとしてはいい感じのキル数だな。でもデス数がちょっと多いかも。それはお前がとつるからだろ。面白かったよって人はチャンネル登録、高評価、コメントしてくれると嬉しいです。それではさようなら。